1995年1月21日、巨人の2軍球場であった玉川グラウンドのマウンドには西本隆氏が立ち、打席には長嶋茂雄氏が立つ。監督と現役選手の対決、言ってしまえば親と子の対決、そんな夢の対決が実現したのは西本氏の引退試合でした。偉大な選手が引退を決断した時、球団関係者にシーズン中の公式戦で引退試合を用意してもらうことが流儀となっていますが、西本氏の引退時、チームは優勝争いの真っただ中だったため、引退試合を用意されることなくシーズンを終えます。しかし西本隆氏の思いを知った戦友や取材陣が西本のために奔走し、名選手の引退試合にしては殺風景な軟式野球グラウンドで、その試合は開催されることとなります。全ては西本氏のため、もう一度長嶋茂雄と共に野球をしてもらうため、今回はそんな長嶋氏と西本氏の歩んできたドラマに焦点を当てご紹介していきたいと思います。